おー、すげえ。めちゃめちゃ眩しくて何も見えませんが。おはようございます。今日は4月2日の土曜日でございます。つか、あっつ。すごいパワー。パワーすごい。朝日のパワーがすごいです。目開けられませんが。うわ、すげえ。爽やかな朝でございます。今日は天気すごくいいですよね。すげえすげえ。雲一つない快晴。めちゃくちゃ天気とかは最高なんじゃないでしょうか。気温は3度。意外に気温は高くないけどね。いい感じ。路面も濡れてなくて、天気はいいんじゃないかなと思います。そして、しっかりと時間、しっかりとした時間に起きることができました。7時。いや、久しぶりまた。ねえ、一回目、結構早く起きたことあったけど、7時ぐらいに、久々に早く起きました。すごい。すごい朝日パワーです。よし、ということで本日はついに、仙台に帰ろうと思います。いやー、なんだかんだ言って1週間ぐらいいたのかな。先週の土曜日27日に帰ってきて、今が2日。だから、4、5、6日ぐらい。まあ、1週間近く、まあ、そうですね。いたことになりますと。いうようなことで。まあ、いろいろね、あって面白かったですよ。友達と散歩できたりとか、まあ、いろんなものも食べれたりとかして、まあ、いい時間でした。まあね、またね、ちょっとね、4月中旬ぐらいに帰る予定があって、ちょっと友達となんか花見なんてでも行こうかみたいなことを話してて、まあ、こっちがだいたいね、4月の中旬ぐらいに桜咲くっていうことなんで、まあ、桜、情報とかも見ながらちょっとね、通話上にでも桜見に行くために、帰ってくるかななんて思ってるんですけれども、まあ、そこはまだ、ちょっと決まってないですが、まあでもね、まだ半月ぐらいしたら、帰ってくるんじゃないかみたいな。はい。で、その次もゴールデンウィークとかに帰ってくるんじゃないかと、めちゃめちゃな頻度で帰ってきますが、まあ、とりあえず、今回はね、楽しかったですよ。ということで今からいろいろ準備したりしようかなと思います。今日は別にあっちでね、なんかするみたいな特別な予定もないんで、まあ、ちょっとゆっくりめに出て、国見でちょっとご飯でも食べながら行くかななんて家族と話してました。ということで今からちょっとね、準備したいと思います。ということで、かなり汚れてますが、この部屋もすごいね、快適でした。ベッドと机しかないような環境ですが、すごいシンプルでいろいろやりやすくてね、いい部屋でした。いや、あんだけ汚れてた部屋をここまでやってくれてよかったですよ。はい。まあ、結構ね、やっぱり、物が少ないから余裕があっていいですね。うん。床面積とかがね、広いと部屋って広く見えるんですけどね。ここら辺とかすごい、何もね、入り口から、あそこの机ら辺までは何にもね、置いてないんで、すごい広く感じますね。はい。まあ、なんだかんで言って、仙台の地域もすごいごちゃごちゃしちゃってたりするんで、やっぱ、すごいね、広く見えますね。この部屋はなんだかんで言ってすげえ広かったんだなっていうふうに思います。はい。ベッドとかもね、こんな感じあって。なんとなくこういうスペースですよね。こういう、なんか、ちょっと、こういう感じのスペース。なんか結構ね、収納になったりして、好きですよね。ニトリの、で買ったやつとかもそこに置いといたりしても邪魔になるのかというとか。結構このベッドの位置が結構なんかすごいいい気がします。こっちにもこのイケアの棚があって、ま、いろいろね、一番下が充電スペースになってて、ここが化粧品置き場になってて、上にこれを置いといたらなんかこのなんか、絵画がね、最初立てかけてあったのが、倒れてきて、全部、こいつらが落っこってきてしまったってことなんで、こっちにしました。で、ここにガジェットポーチとか置いて、で、ここにカバンとか置いて、っていう風に置くと、全然こう床がごちゃごちゃしなくて、すごいね、生活しやすかったです。なんか、普通にそこら辺のホテルとかよりも全然、
作業しやすかったですね、こっちも。おはよう、ぽーちゃん。おはよう、ぽいんこ。おはよう。あら、おはよう。おはよう。おはよう、ぽいんこ。俺でがっかりしてるかも。よう。あと、新たに今日仙台の方に持っていくものなんですけど、まずこのマットレスですね。もう、あと積み込もうと思うんですが、このマットレスを持っていこうと思います。今までソファーで寝てたんですけど、やっぱりソファーだと、まあ、寝心地悪くはないんだけど、ちょっとなんか違うなっていう感じがしたりとか、やっぱりね、寝てるここの幅がね、狭かったりするんで、すごいなんかやっぱりこう狭くてこう寝返りとかも打ちにくかったりとか、あと掛け布団とかが朝全部落ちてたりしてすげえ寒かったりとかして、やっぱりちょっとなんかどうなのかななんて思って、やっぱりねベッドで寝た方がいいんじゃないかということで、まあこうやって思っていきます。でベッドのフレームとかは持っていかないで、マットレスだけ、これですね、こいつだけ、こいつは持っていきません。こいつを持っていこうかなっていうふうに思います。これ2枚になってるんですけどね。これを持っていこうかと思います。で、昨日カインズで買ってきたスノコを下に敷いて、新居の床に置きたいと思います。直接置くとカビたりするんで、スノコ下敷いて置きたいと思います。で、まあこの部屋にまあフレームがあることによって、まあ布団とか敷いた時にね、直接床じゃなくて、このフレームの上になるということで、ちょっとね、やっぱりこのマットレス用に作られたフレームだから、少し厚めに布団をね、何枚か重ねないといけないかもしれませんが、まあ、フレームはフレームでこの部屋にあった方がいいし、向こうの部屋に持っていくとすごい狭くなったりとか、あと絶対この下の、引き出しの収納とか引き出すスペースがなくて、かなりね、苦労して持ってったわけには、苦労して持ってった割にはデッドスペースになってしまうんで、このフレームはここで活躍してくれた方がいいのかな、というようなことで、このマットレスだけ持っていきます。マットレスもこれかなりね、いいやつで、自分好みにカスタマイズしてもらったものなんですよね。2年ぐらい前に買ったんですけど、ニトリで、すごいなんかちゃんと店員さんとよく話して、こういろんなベッドに寝て、なんかこう、柔らかめがいい、固めがいいみたいな感じで、結局ね、個人的には柔らかめが結構好きで、ちゃんとオーダーして作ったやつなんですね。うん。で、ちゃんとなんか下のベースになるマットレスと上の寝心地重視のマットレス、二層構造とか、こう二枚重ね構造みたいな感じになってて、結構ね、厚みとかもすごいじゃないですか。これフレームと同じぐらいあるんですよね。30センチ以上あるかなっていうようなやつで、やっぱりね、ちょっと人のいない部屋に置いとくのはもったいないなということで、せっかくお出しで作ってもらったものなんで、持っていくべきじゃないかなというふうに思って持っていきますね。この掛け布団とか枕はね、持っていきません。この、あれだけですね。マットレスと、あとこれかかってるボックスシーツと、あとね、昨日洗ってあっちに置いてありますが、ベッドパッド、この、シーツとマットレスの間に敷くやつを持っていこうかなと思います。あとはですね、これ。こいつ。この椅子を持っていこうかなって思います。なんだっけ。ソファーとテレビ台の間に置いて、こう、ソファーテーブルみたいな感じでね、使えたらいいのかななんて思ってますね。ソファーテーブル探したんですけれども、なかなかいいの見つからなくて、よく考えたらこれでいいんじゃないかということで、ちょっと、こいつを持っていこうかなと思います。本当にね、コーヒーと携帯ぐらい置ければ、ソファーのテーブルなんていいんで、まんまでっかいの置いちゃうと狭くなることだし、ちょうどこれいいんじゃないかっていうふうに思います。もしなんか人来たりして椅子少なくなった時はダイニングの方で使えたりもするわけなんで、これいいんじゃないかと思います。あとこのボーン用に買った、ニトリで買った、マット、カーペットと、あとちょっとこの角材というか木材を持っていきます。これ何に使うかっていうと、テレビ台のこう、表面のところに貼ろうと思ってて、まあ、白い塗料があっちにあるんで、白に塗ってちょっと貼ろうかなって、部屋の雰囲気に合わせて、というような感じにしようかなと思います。テレビ台が結構ダークな感じの色合いで、
まあ、結構当時は好きで買ったんですけれども、あのニトリのね、結構なんかアンティーク調シリーズみたいな感じのもので、結構ね、あの暗くて、あの部屋で結構なんかちょっとあそこがだけ重い印象というか、まあ、全部ダークだったらいいんだけど、結構ね、明るい色で揃えてるから、あそこだけこう目立って重いような感じになっちゃったりとか、あと木材の色がいっぱいあるんですよね、うちね。ダイニングだけで結構木材の主張が多くて、で、結構なんか木材がね、いろんな種類あるとすごいごちゃごちゃしそうな感じにね、してくるんで、ちょっとこいつを白に塗装して、表面に、表面というか前のフロントのところに貼って、でも完全にあの色が隠れるわけじゃなくて、側面とか上の面とかはあの色が出るんで、それだったらそれでかっこいいんじゃないかなと、表面が白で、脇の方からあのダークな色が見えるっていう風な方が意外にね、明るい印象になっていいんじゃないかっていうことで、ちょっと頭の中で想像したあれで考えてますが、ちょっとやってみようかと思います。ということで、こいつも持っていきます。あとニトリで買ったやつと、そこで買ったやつとか、あれですよね。持ってきたものは持って帰るし、あとちょっとこいつも持ってって言っておりました。ちょっと洗ってないけど、紙でドリップする用のドリッパーですね。まあ、ずっとね、こっちでね、いるとき使ってたやつなんですけど、あれですね。あっちにあるのは、ステンレスフィルターみたいなので、やるやつなんですけれども、やっぱ紙でやったやつも欲しいなと思って、やっぱ違うんですよ。そのなんか渋みとか濁りみとかがすごい違って、やっぱ気分によって、まあ、あっちのステンレスの方も美味しいんですが、やっぱちょっと今日紙で入れるやつ飲みたかったな、みたいな時あったりするんで、ちょっと紙で入れるやつもね、ちょっとね、なんか、やっぱりね、紙のやつも欲しいから、買いてんだよね、みたいな話したら、これ持ってっていいよって言われたんで、これいただきます。あと紙もね、いつも使ってる、ウェーブのやつ。あれ結構うちに在庫あるんで、1個持ってっていいよって言われましたんで、持っていきます。あと、巻きネッタですね。巻きネッタでいいんだっけ。あいつも持っていくと。いうような感じですね。とりあえず、用意しますか。じゃあ、ついに、このラップトップ環境も、あれですね。昨日で終わりです。いや、でも普通にね、でもこの環境でも、まあ、ディスプレイ問題が結構ね、深刻ではあったんですが、まあ、結構コンパクトで、いい環境でした。出張スタイルみたいな感じですね。よし、一応、環境も撤収完了です。やっぱこのガジェット、このサイズのガジェットポーチにまとまる環境いいっすね。これで MacBook の充電器ここに入れて、で、Type-C のケーブルがここに入ってて。で、こいつが、例の3ポート Type-C。それぞれ同時に 18W 使えるやつと、あとここにハブとか Apple Watch の充電器。あといろいろ、あれだですね、なんだっけ、SSD に使う、Type-C のやつとか。あとこのサンディスクの、この SSD であれば、ここに入ると。いうようなことで、結構、もうあとね、ケーブルまだ2本ぐらい入りそうですね。うん。ライトニングのやつも今、モバイルバッテリーの方のに入れてるんですが、それとか、タイプ C のやつとかなんてもう1本ぐらいあってもいいし、入ります。余裕で。めっちゃいいですね。ちなみにこれ、紹介したことあったかな？無印良品で買った、本当にガジェットポーチっていう、名前の製品なんですよね。なかなかないと思いますけど。だからガジェットを入れるのに特化されてるのかなっていう風な。ことですね。だいたいガジェットポーチとかってなんか、結構多いのはなんか、化粧ポーチみたいなのを流用して使われている方多いと思うんですけど、これに関しては無印でちゃんとガジェットポーチって書かれた札が、ついて売られているっていうポーチです。色味も良くて結構気に入ってますね。よし、じゃあこのマットレスを積み込みます。こんな感じで2枚構造になったやつね、これ。これ、上のやつはいけるかもしれないけど、下のやつは単体じゃ使えないんだよ。すごい。硬いの。ベースになるやつ。硬いんです。上のやつやばい。本当だ。よし、ちょっと取り忘れちゃったけど、もう一枚いきます。すげえな、でかでけえ。思ったよりでかい。ソファーよりでかい感じがする。面積的には厚さはないんですが。 OK、 なんとかマットレス積み込めました。
ちなみにマットレスなくなるとこんな感じですね。とりあえずこんな感じで設置できていますね。こっからいつでも監視できるというような感じです。すげえめっちゃ広くなったこの部屋ともね。あれですね、まあ半月後に多分高確率で帰ってくるんで、またあーやべやべ、なんかメガネ拭くやつが落ちてる。うー、危ねえ、気づいてよかった。よし、とりあえず大きいかな、一通り電球も変えたし OK だな。ここの引き出しは特に何も拭く。よいしょ、うん、特にこっち結構いろいろあれ入ってく。 OK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  とりあえず OK。 よーし、じゃあ見納めというか、じゃあまた半月後、半月後です。座って待ってます、座って待ってます。すごい、引っ越しやってんだ、大変だ。コーチってすごい、ちょっと、うん、あの押せばいいな、下のボタン。コーチと相模だって、すげえ。いや結構すごいことになってます。今日は引っ越し第3弾。ちょっと朝からひゃっくりが止まりません。よいしょ、よし、じゃあちょっと朝食調達、朝食というか、まあ、朝食は国見で食うからコーヒーでも買っていきたいと思います。ちょっと何にも腹に出ないのはねあれなんで。よし、じゃあセブンコーヒーと、あとね、ちょっとカレーパンと、これどっちだろうな。あったかいの、カレーパンと、あと、なんだっけかな、クリームドーナツかなんか、あの、そうそうそう、あの、惣菜のケースに入ってたやつがちょっと気になって買ってみました。こいつはカレーパン。カレーパンはちょっと腹に入れて、クリームパンはコーヒーと一緒にちょっといただきたいと思います。ちなみにね、キリマンはもうなんかなくなってしまって、なんか各店舗、在庫がある限りみたいな感じになってるみたいですね。おお、こんな感じです。やばい、カレーパンなんてめっちゃ久々に食べましたけど、とんでもなくうまいですね。さあ、クリームパンです。これもあのなんかカレーパンの下に置いてあってめっちゃうまそうで気になって買ってみました。待って、これやばすぎるうまさだな。なんか外が結構揚げてあるような感じで、うん、外が揚げてあって、まあ、パン生地なんですけど中にクリームがたっぷり入ってるっていう。カスタードかな、これは。これ すごいうまいです、想像以上にうまい。え、揚げたては違う、うん、めっちゃうまいです。
よいしょ。よし。国見製です。上り線は2週間ぶりでしょうか。少し混んでる感じですね。なんか買った目にある？おー、うまそう、唐揚げ定食。うん？何したの？あー、なんと。レッドの11番だよ。ん？11番。そっちだね。1号のスタミナ定食になった。本当に。でも上は唐揚げいいじゃん。いいね。お母さんもあっちのトイレで。この前の卵サンド。いいね。明日の朝とか食べる。あ、いいね。とりあえずここ、こんなとこにしました。いや、景色いいっすね。邪魔じゃない？これ大丈夫。ちょっとメガ盛り唐揚げ定食っていうのを食ってみたいなと思って、この九人さんベースっていうところらしいですね。キャンプグリル。うわ、じゃあこのメガ盛り唐揚げ膳、これはポインコ、ポ。面白い。ちゃんと反応すんなもん。こんな感じです。山盛り唐揚げ定食。なんとびっくりなことにご飯はおかわり無料らしい。そして唐揚げすごいごなんか。想像してたよりすごいでかい。絶対美味しいです。あと味噌汁もついてると。あとここになんかタレ、あそこのお店のところ、あ、簡単にあるんだけど、いろいろタレが入れられるのかな。ちょっと持ってこようかな。何種類か、3種類か。じゃあなんかこのドレッシング的なやつとマヨネーズと、これがなんか店員におすすめされたフーシオってやつみたいです。ちょっとどんな感じなんでしょうね。あの、やばいです、これがやばすぎて。唐揚げが弱すぎてうまいな。すごいよ。めっちゃ脂がべしょっと出てくるような感じで、なんか脂身が多いのにサクサクしてるみたいな、そんな感じ。脂がめっちゃ出てくるのに食感はサクサク。すんごい、めちゃくちゃうまいです。やばいなこれは。すごい、なんか2杯目大盛りになりました。おかわりするやつはもうたくさん食べるだろうっていうあれなのかな。すげえ、一杯目より多いよ。でさらにまだ肉こんな残ってる。ご飯が進みすぎて。うまいです。やばいなこれ。想像以上だった。これあのキャンプグリル九人さんベースってとこじゃなくて、こっちのね鳥政宗本店っていう方の料理でした。いやめっちゃうまい。てかこれすごいね、なんか6個くらい入ってるのかな。すごいでっかくて脂身のあって、なんか結構皮とかが多いような唐揚げがでっかいの6つも入ってます。すげえ。そしてこの風塩も美味しいです。よし、じゃあちょっと玄米茶で一服しますか。あっつ、本当だ、めっちゃ濃いとこになってる。手前側のトイレ満席だった。てか案外少ないんだ、個室が5つぐらいしかなかった、あんなでかい建物なのに。そして眩しい。いや今日はめちゃくちゃ天気が最高ですね。雲一つない快晴です。遠いな車。ここからの景色も綺麗です。この下りの国見のからの景色がね綺麗なんですよね。福島市が見えて、全然あっちの方が空いてた。よかった。よし、じゃあ行きます。こっちの方がトイレ広くて空いてるんですよ。多分本当は観光バス
が止まった時にドワーッとこっちに来れるようになってるんだね。なるほどね。なるほどね。こっちのトイレ広いもんじゃん。広いよね、うん。ここの道路は直ってますね。涼しいの出てきた。レアだよね。あの山のために飛んでる。もうどうしても通しかったね。ああすごい20メートルぐらいであれ。飛んでるな。うん。なんでこんなとこに山あるんだろう、こんなポツンと。どうだ。ね。さすがにいないね。下にいっぱい車両がありますね。車両ってか車？橋脚、橋脚。なんか足折れてんだよね。そう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 。でも穴掘ってたよ。仙台市街地に行くと混んでんだ。うん。あのトンネルが多分。ああ、なるほど。混んでない方行きます。ちなみにここ多分まっすぐ行くと秋温泉だったかしら。違うかな。来ました。下郷です。歩いてるし。すごい中ですね。なんでこんな一気に都会になるんでしょう。毎回境目がよくわかんないけど一気に都会になります。ちょっと山屋で紅茶の葉っぱを買おうと思って来ました。なかなかコーヒー豆とか紅茶の葉っぱとかってそこら辺売ってなくて、でも山屋だとあるってお酒は買えないですが、それ目的で山屋に来ることが多くなるかも。おー、いいね。めっちゃいい匂いがする。アールグレイってフレーバーティーなんだってね。この間テレビでやりました。そうですよ。なんか輸入菓子とかもいっぱい売ってて、いいかも。なんか、うん、特殊なスプレーかけると、うん、あの金属に反応してあの紫色になった。ドーンって、それであのオレンジ色の点々がかなり取れた、うん、あ、そうなんだ。後ろも点々、全部やってもらった。取れたね。うん、スタンドトヨタでやると3万、2、3万。あの近くの紳士的なあのスタンドでやってもらったら4000円。はい。すげえ。
プンなくなってる、すげえ。いいね。もう近いだときついんだよな。ここな。さあさあ、チャリは無事だった。よいしょ。あ、いっぱいいろいろ来てる。帰ってきた。1週間ぶり。特に地震とかもなかったからあまり心配はしてませんでしたが、もうなんかこの家もやっぱり来るとね、落ち着くようになってきました。はあ、よし。でちょっと荷物の搬入をします。そうだ、ベッドなんですけど、これデスクをこっち向き、こっちに、こっちの壁につけるような向きにして、こう、あ、こっちの壁に沿わしてベッドを置こうかなって思います。おそらくソファーをもう少し前に出さないといけなかったりするんで、ちょっとこいつらを移動してくれるじゃないと、マットレス搬入できないという状態ですが、ちょっと頑張ります。とりあえずもうマットレスを搬入したいんで、ちょっとこの家具の移動をやりたいと思います。ちょっとソファー前に出して、こいつの向きを変えるっていう感じかな。まあそんな感じでちょっとやっていきたいと思います。まあ全然センターテーブルとして使えますね。よかった。じゃあ広くなったんでスノコ置いていきたいと思います。とりあえずよいしょ、こんな感じ、結構ジャストフィットです。ちょっとこの上に置きますか。どうしよう、それ当たるかな。うまくいけるといいけどね。うん、やっぱあれは違う、なんか延長コードとかまだそこやるしかないか。ああ、そうだね、こっちが上かな。そうだね、 N スリープ来ましたね。やっぱ絶対これはいい。でここの空間ってあっていいと思わない？広く見える、いいね。やっぱ全然いい感じだ。おー、よかった、やっぱ持ってきて、そして熱い。この足をもうちょっと内側にやって、このソファーを後ろに入れたいと思います。できました。おお、ここちょっとなんかソファーのところにデスクが張り出してますが、ちょっといっぱいあるクッションでなんとかあれしてます。あとなんかあれですね、なんかL 字のウレタンみたいなよくあるやつを買ってきて貼ったりすればぶつけることはないんじゃないかなって思いますけどね。はい、こんな感じ。おっと、いい感じ。良すぎてダイニングの方にも置きたかったんで2つ買ってきました。おお、それで穴を開けれると、まずこれで回してみてください、ね、よし、じゃあこいつとこいつ、ハンマーでどっちがサイズ近いんだろうね。1日ここに行く暇じゃないのかな。
さあ、うまくできるか。これ縦と横どっちでもいいんですかね、トンマ。ああ、横なんだ。横ね、はい。いいよ、いつでも。あとぐるぐるって押し込むとか。みたいな感じにはなってんだけど。じゃあ、あれには開かないかな。あれはただちょっと開けるだけで。だからちょっと傷つけて、ショートは今みたいにグリグリってやった方が君のパワーで切れるかも、実は。おお、ショートの力でいった方が。パワーの方が合ってます。はい。よし、コーヒーとかはね、あの山々でゲットできるってことが分かったんで、コーヒー豆、とりあえずこの上島コーヒーっていうところのコクのブレンドっていうのを買ってきました。これ 450g も入ってなんと600円ぐらいっていう、とんでもなく安いやつですね。お、めっちゃうまそうです。いいね。早速こいつが役に立つ時が来ました。じゃあお次はそこにカーテンをかけます。あの前来た時にかけてたあのカーテンをこのレースの内側にかけようかなと思います。はい、なんかその方がいいかなと思って、なんか下まで、あのなんかあのカーテンが途中で終わってるのと、ちょっと色味とかがね、あのカーテンでいろんな色加えるとなんかインテリアもおかしくないそうなんで、レースの外につけます。中にかけたら全然違和感ないです。いいね。よし、じゃあ出かけます。よいしょ。おー、すげー坂、この辺もこの辺も開拓しないと。結構でっかい公園が。あ、でかいね。すごい。すぐ裏なんだけど、裏っぽくないよね。あの山越えて裏なのか？うん、そう。翔太の家。ここら辺一帯が公園なんじゃない？だから。そうなんだ。もうすげえ下るな。下がります。対抗者来たらどうすんの？来たな。よりによって。挨拶してきます、あいつなんて。なった？え？あ？何なったって今の。何が？え、クラクション鳴らしたんでしょ？うん。カツンって言ったから。すごいな。
本日はびっくりドンキーに来てみました。仙台で来るのは初めてかな。そうだっけ、まあ、確かにおしゃれですね。それ福島行った時じゃないの。 なんか踏み切りがなんかのテーマパークみたいですよ。このトタンとかがすごい印象的な料理なんですけど、じゃあ肉に行ったら、でも見たよ。これないと俺もいつも同じチーズバグディッシュになっちゃうかな。どうしよう。彩りセット。彩りセットってはどういうやつなの。彩りセットは野菜ですね。彩りどりどりど。どうすかな。うん。すごい景色の綺麗な席。うん、やっぱどびっくりドンキーいいね。すごいなんかここにアンティークなテレビみたいなのもあったりとか。トランペットあるやつ。トランペット。そうね。トランペットとかなんかいろいろなんかいろいろ楽器があるね。確かにマウスピースなんかサビサビなんかすごいですね、店内の装飾がね。やっぱすごいね。この店舗は結構おしゃれかもしれない。うわ、トイレだけでもすごいおしゃれ。はい、来ました。今日はずっと気になってたなんだっけ、フォンデュ風チーズバーグディッシュですね。いつも普通のこの十字のチーズにしてたんですけど、チーズの処理がちょっと違うみたいですね。何なんですか。同じの。あ、同じの。これが150。これだって2つ分よ。こいつが300です。で、これが彩りバーグディッシュかな。彩りバーグディッシュの150が、ほら、です。はい、チーズ。普通のチーズはこんな感じなんですけどね。これ多分美味しいチーズ。種類が違う。うん。でかいな。ちょいこっちの方が高いです。ででん。あ、これ美味しいかも多分。なんかチーズが柔らかいですごい、うんうん。すごい柔らかくて、うん、全体にこう染み込むというか、なんかすげえなんか広がる感じのチーズですね。美味しい。確かに。フォンデュにできそうなチーズですね。美味しい。はい、ホットコーヒーです。このね、びっくりドンキーのホットコーヒーってね、うまいですよね。この前も紹介したけど、すごい美味しいですよ。もうカフェとして来てもいいよなっていう。なんかパフェとかもあったりするんでね、ケーキとか。カフェになるよね。あのハンバーグを食べなくてもコーヒーとなんかスイーツを頼めば普通にここはカフェになります。じゃあいただきます。あの栗とかいい。モンブランとか、あ、まあ、食べたいな。あのね、想像以上にコーヒー美味しくてお気に入りです。てか多分ね、ここのコーヒー飲んで俺コーヒー飲めるようになったんだよね。すごい昔に小学生ぐらいの時に苦いからダメって言ってたんだけど、味見したら飲めるって言って、じゃあこの次ねって言って飲めるよ。そう、それでブラックコーヒーを覚えたと。そんぐらい甘いです。すごい、わ、眩しい。太陽がすごい眩しい。あ、これがあれなんじゃない、ここのコーヒーなんじゃない。そうか、エチオピアモレドコ風農園っていうところのやつらしいです。エチオピアのコーヒーってんだ。ここすごいんだけど、わ、眩しい。眩しい。楽しかったよ。気持ちいい。涼しくて気持ちいいっすよ。いや、涼しいよ。急速、うわ、すげえな。確かに電チャリになるわ。確かに電チャリ欲しくなる。これは、あ、違う、この道でも違った。嘘、さっき右方向ですって言った。うわ、怖えな、ここ。やっぱでかい車乗りたくねえな、こう考えて。マンションの屋上に匹敵する高さだよ、ここ。ねえ、これ違うな。まだまだ甘いよ。怖いな。渋滞してもいいから、ね、うん、さっきどこに戻るか。戻りたもいいよ。渋滞してるかもしれないけど。確実についた方がいい。
ずっとぐるぐるしてくるうちに渋滞でもつくかもしれない。おおすごいじゃん。走行してるうちに あそこだ、あそこだ。反対側の山に出るかもね。走行してるうちに戻っちまうかもしれないし、でも行けることになってるんだ。4車線あってもこんな混むんだもん。みんな右行くんだ。よし、なんとか到達しました。目的地です。ああ。でもこうやって駐車場も怖いからね。あ、ここにも食べ物屋さんが。若松の何倍あるでしょう、ニトリ。ここら辺かな、姿見がちょっと欲しくて。いろいろあるな。何、みんなそんな姿見欲しいの？みんな姿見欲しいの？なんでこんなないんだ？こんな季節だからだよ。特に女子は絶対買うし。よし、とりあえずゲット。おお、ゲット。いや、なんかすごかったんですよ。なんかみんな姿見買ってて、なんでこんなみんな姿見買うんだろうと思ってて、在庫のところ見に行ったら案の定ね、もう何も、もう数点しか残っててなくて、あれもなんか良さげなの1個あったんだけど、なんかよかったね、前の家族がなんか買おうとしてて、ね。あ、もう買われちゃうかなと思って、もう、あ、これはもう買われるから違うの探そうと思ったら、奇跡的にその家族が違うところにいたんで、あ、今だと思って、買っちゃいました。よかった。ここのイオンの通路がね、地震で壊れてるというわけで、行けるようになってます。随分上がる。はあ、あ、上にも駐車場あるんだ。本当だ、なんかシートが張ってある。このアウトドアコーナーみたいなのめっちゃ面白いです。普通に食器として使える。よし、イオンで買い物終了。疲れましたね。疲れない。どうなっていくかしますから。はい、その日は開けといてよ。はい、買い物があればとか。わかりました。13ね。13はあそこと思うんだよね。白羽に。はい、はい、じゃあ13ね。わ、はい、かりました。はい、ということで家族が帰ったんで、1週間ぶりに、1人にまたなりました。ということで、もう今日はすっごい疲れてるんで、ちょっとね、すごい散らかってるとはいえ、まあ、引っ越してきた時ほどではないですが、まあ結構ここら辺の片付けとかは、ちょっと、冷蔵庫に入れないといけないものとかは一応、しまって、まあちょっとそれ以外は明日、やろうかと思います。ちょっと、疲れすぎたんで、ちょっとご飯食べて早めに、シャワー浴びて寝たいと思います。あと、編集もしないといけない。ここら辺のセットアップはね、ちょっと、やっちゃうと、配線処理とかはちょっと明日やろうと思いますが、編集できるような環境を作って、今日はあれですかね、寝るかな、っていうようなことです。あれです、こいつら買ってきました。これね、ここの、よいしょ。ここのなんか、この、デスクがちょっと飛び出てるとこあるじゃないですか。ちょっとここがね、ぶつけるんで、ちょっとこのクッションカバー、よくあるこのコーナーとかに貼るようなクッションカバーを、こんな感じで取り付けていこうかと思います。ちょっとここ座った時にね、ぶつけると絶対痛いんで、ちょっと、この先を先にやります。まさかのこれ、両面テープ自分で貼るタイプ。よし。で、大体真ん中に。よいしょ。くっ、あ、まさかのあれか。コーティングがあるからくっつかないかもしれない。一応これ頑張ってつけてみるか。おー、なんとかいけました。で、角もちょっと歯の大変だったけど、絶対すぐ剥がれそうだけど、ちょっと対策を考えるしかないな。あ、でもこれで結構安全性は高まったっていうか、これ、だいぶサイズ違ったな。ちょっとあんまり消えんじゃないですけど。まあ、とりあえずはいいんじゃないでしょうか。でもやっぱりちょっとこのこのコーナーのやつとの、
あの、サイズの違いがちょっと、あれなんで、ちょっと、もう少し考えてもいいかもしれないです。でも、これで結構安全性は高まりましたね。ここら辺とかぶつかっても、痛くないっていう。とりあえず、これ、ニトリで買ってきた、この LED のね、電球をちょっとつけてみようと思います。E2660 型の、これ結構明るいやつで、1010ルーメンも出る LED の中白色のライトになります。結構このアパートね、こういう感じでね、なんかこう、あの、白熱灯というか、あの、熱くなるタイプの、あの、昔の電気なんですよ。ナショナル時代のやつ。トイレとかもそうだったかな、多分。トイレとかも、これも多分そうだね。少しなんか新しめのやつですが、LED ではないんで、ちょっと LED に変えとこうかなと思います。この洗面所とかもね、LED に取り替えようと思います。ここのね、直感のライトとかもね、LED にしたいですね、いずれ。直感の LED のやつあるじゃないですか。あの、両方の差し込み口が、この直感の差し込み口になってて、中にダイオードが入ってるみたいな。ほら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 。これちょっとなんかね、暗いんすよね、なんか。LED ってなんか、LED と白熱灯って、蛍光灯？ただ単に照度が違う。まあ、照度も全然違うけど、なんか光の張りが違うんですよ。ただ明るくなっただけじゃなくて、LED の光がこう、バッシリくるみたいな。ただ明るくなったわけじゃないみたいな。まあ、そういう違いがあるんで、こいつにちょっと取り替えようかな。今日は疲れたんで、もうパスタにします。これあれですね、なんかでかい方の鍋。初めて使うかも。そして今回はしっかりザルも用意しました。その間にこいつやみつきフライドポテト、これイオンに売っててめっちゃうまそうだったんで買ってきました。とりあえずこれ温め直した方が絶対美味しいんで、ちょっとオーブンで温め直そうかと思います。じゃあちょっとつまんじゃいます。ああ神様だわ。よし、うわーよし。ということで、夕飯です。簡単なものですが、カルボナーラ。そして、イオンで買ってきたポテト。そして、オニオンスープです。なんか、すごい疲れが取れる味ですね。揚げ方がすごいいいです、これ。じゃあ、カルボナーラ、茹で加減とか、どうでしょう。よいしょ。うん、ちょうどいいです。ですね、今日のうちによいしょ、こいつこのね、いつもこれ会津でしか買えない、会津のコープかな、もよ、あの実家から近いコープで売ってる、このチャーシュー、この北方かわかんないけど、あの会津のラーメンに入ってるようなチャーシュー。これがすごいね、あの、コープで売ってて美味しくて、これでよくなんか家族がチャーハン作ったりとか、いろんなもの入れてくれたりするんですけれども、まあ、これをね、ちょっとね、仙台でも食べたいということで、ちょっと、買ってきました。ということで、これ保存方法なんですけど、これもうすでに、あの、賞味期限4月1日までで昨日で切れてるんですが、実家でやってるのは、バラバラに、こう、刻んどいて、で、冷凍するっていうやり方。刻んで、ジップロックみたいなのに、こう、バラバラにするような感じで入れて、冷凍するっていうような感じで保存してるみたいです。まあ、このままね、あの、冷凍してしまうと、この塊のまま、冷凍されてしまってめっちゃ食べにくいので、
薄くというか、まあ、適当な長さ、厚さに切って、まあ、その断面をこう広げるような感じで平べったく、ジップロックに入れて、冷凍させると、解凍も早く、で、長期間、冷凍もできるという、保存もできるということなんで、実家がね、その方法でやってるんで、まあ、教授にやれよということだったんで、ちょっと、その作業をやります。このぐらいの大きさで700円ぐらいなんですけれど、個人的には結構コスパいいと思いますよ。本当に美味しいんで。いや、すごくないですか？厚さといい、大きさといい。めっちゃでかいです。よし、とりあえず、こんな感じかな。20等分ぐらいに一応してみました。結構ね、使いやすいように厚めにカットしておきましたね。よし、一応こんな感じで、言われた通りにやってみましたんで、ちょっとこれで冷凍して保存しておきます。ちょっと何に使うか、考えます。楽しみですね。ほんとめっちゃ甘いですよ、これ。いやー、編集が秒速すぎる。やっぱり、4K モニター、めっちゃ快適です。結構なクリップ数あっても、この潰れないっていうのが、マジで最高すぎますね。わ、やばい。やっぱ 4K モニター快適すぎる。一週間ラプトップ、このね、ラプトップのね、画面ね、不自由してきた時あって、すごい快適に感じる。こういう素材とかこうやって消したりするのも、すごい前はスクロールして上に上がらないといけなかったけど、もう一発ですよ。うわ。完璧すぎる。やっぱこうなるとなんか、その 4K 解像度のモバイル版にと多分 4K 解像度 4K 解像度のモバイルモニターとかちょっと悩ましいですね。よし、じゃあ寝る前にこいつ頂いてから寝ます。ちなみに賞味期限っていつぐらいなんだろう。これ特に書いてないな。アイスって書いてないのかな。マジでこれ5回目ぐらいかもしんないけど、マジでこれおすすめです。よし、ということで少し遅めの時間になってしまいましたが、まあ連日よりは早いんでいいかなと思います。さあ、今までここの家ではソファで寝てましたが、布団で寝ることができます。快適ですね。じゃあまた明日の動画でお会いしましょう。